皆さん、こんばんは。ジャーナリストのフルで晴ること、篠原浄一郎です。えー、今日はですね、大阪の方に来まして、あのー、岩田厚先生とジョイントで、えー、本ですね、あのー、育法者から出たですね、なぜ彼らは北朝鮮の地説層に従うのか、っていう本の出版記念イベントで、 えー、日本を蝕む知恵層っていうことをタイトルで、えー、ジョイント講演会を行いました。で、その、まあ、講演会ね、あの、岩田厚先生のね、あの、ゼミの方々の支援も受けまして、届、え、こ、ー、りなく終了しですね、まあ、本当に今日来ていただいた方ありがとうございます。あの、会場満杯でした。で、 えー、まあ、今、二次会も終えてきたんですけどね。まあ、楽しかったですよ。で、えー、思うんですけどね。本当に、知性思想っていうものがね、もう、皆さんみんな勉強していただいてるんですけど、本当に、日本にとってはね、今、あらゆるところの裏にある、あのー、歴史問題でね、あのー、教科書の問題であるとかあ、北海道のアイヌ問題であるとか、 あるいは琉球先住民族論の問題であるとか、そういうことをね、含めてですね、全部裏に知的思想があるっていうことをね、えー、この上なくですね、明らかにできたのかなと思いますね。で、岩田先生はね、あのー、日本の中で知的思想っていうのはどういうふうに展開してきたかっていうことだけにとどまらず、知的思想っていうものがね、 本当に朝鮮の思想も含めて、ええー、本当に、えー、なんいうかな、あのー、反日的なね、世論を作っていくということ。それから、朝鮮のね、あのー、全体主義的な思想を保管するという面でも、朝鮮に根差した思想だっていうことをね、本当に明らかにしていただいたと思います。まあ、今回ね、で、ね、 あの、かなりの数の方が来ていただいて、で、二次会でもいろいろなお話をしまして、えー、本当にね、えー、この地節層問題っていうのはね、日本の今の思想状況をね、大きく、その、変えてきてるなという実感があったわけです。で、岩田先生がおっしゃってるね、とっても大事な点は、思想っていうのは本当にね、力を持つんだっていうことですよね。日本人はそこのね、 観点が弱いですよね。思想っていうのは本当に世の中に影響を与える力がある。ましてですね、知的思想っていうのは、あの、いずれ皆さんには明らかにしたいんですけどね、朝鮮半島の思想っていうのは全部ですね、人間を支配するために役に立つ思想としてね、作るという、そういう性質がありますが、知的思想はその究極の形だと、いうことが明らかです。 で、それを本当にね、今日の講演会でも明らかにできたかなと思いますね。で、今後ですね、あのー、実はですね、あのー、昨日も皆さんには、あのー、明らかにしたんですけど、まあ、自由者というところからしたね、新しい歴史教科書、まあ、中高のね、教科書についてですね、 ま、この検、えー、検定制度ってのは4年に一度ね、検定の、その、まい、あのー、見直しを行ってまして、えー、こう20年間でね、何回もその検定で通ってる自由者の新しい歴史教科書をね、えー、検定通らなかったと。で、検定通らなかった中身見るとね、まあ、私からするとですね、あのー、 朝鮮寄りというかね、韓国寄りの思想に基づいた検定が出てるっていう点では、本当にね、まずい検定のね、えー、あり方が明らかになりました。で、これもね、私からすると、歴史戦を挑んできてる、その大元にあるのは、あの、地節層グループなんですね。そういう点で、あのー、本当に今、地節層についてですね、 えー、日本の国民が広く学んで、えー、これをね、反日思想の根源にあろうとして認識していただいて、えー、きちっと克服する。克服はそんなに難しいことじゃないと思ってます。えー、そういうことを本当にやっていただくことが大事なのかなと思いましたで。今日もですね、あの、そういう立場に立って、 えー、岩田厚先生が、あの、お開きになった歴史探求会主催の、イベントでですね、私はお話もしましたし、えー、ジョイントのその、なんていうかな、二人の対談の中でもお話し,しました。本当にこれが大事なことになってると思います。ここで手抜きするとですね、えー 北朝鮮の思想に基づく、知的思想に基づく歴史観で、日本の教科書も染められていくんだな、ということが今実感されてますね。ここはだって譲ることができないと私は思ってますよ。そういうことを踏まえてですね、皆さんとこれから考えていきたいな、と思う。 岩田厚先生体のね、日本を蝕む地節層というイベントを出て考えました。で、今後なんですけどね、えー、実は3月6日がね、あのー、地節操から国民を守る会のイベントはどうも今検討中ですが、あのー、コロナウイルスの問題で、えー、開催をとりあえず見送って、その、なんちゅうかな、あのー、 ネットの配信でね、動画配信でやろうじゃないかということも考えています。まあこういう点でもね、影響出ますよね。まあそれはみんなね、えー、日本の国民が全体に関わってることなんで、えー、私たちだけがこの被害をこむったってことじゃないですよね。まあそういうことを踏まえてね、あのー、まあ、今後ね、あのー、やっていきたいと思っております。 そしてですね、明日は、あのー、明日、日曜日ですね、23日、2月23日日曜日の午後13時頃から、岩田厚一チャンネルで、私と岩田先生のね、えー、ライブ放送をやろうと思ってます。で、このライブ放送とても重要ですよ。あのー、地節層についてね、もちろん方のもそうですが、 先ほど申しましたですね。えー、教科書検定で押した、自由、自由者のね、新しい歴史教科書の問題。これをですね、取り上げて、私は本当に、あのー、歴史視線を挑んできている中国と朝鮮のガに有利になる状況が作られつつある。で、これをどうね、え押しやるか、いうことをね、問題意識にして、 えー、岩田先生とお話ししようと思っております。まあそういう点ではね、明日のその13時からの、ライブ放送は大事だと思いますので、皆さんにぜひ岩田厚司チャンネルで見ていただきたい。で、夜はね、あの、ちょっとまだ時間がわかんないんですけどね、私、篠原上一郎、古瀬光ルチャンネルで、ね、えー、この間のね、北朝鮮情報も含めた、 あのー、内容をですね、お伝えしたいと思っております。北朝鮮情報については今日もね、いろいろ伝わってきてますけど、まあ本人がね、あのー、北の指導者本人がいるかどうかわからないっていうことまで今、韓国では言われ始めました。ですからね、あのー、そういう点ではね、え完、ー、璧北朝鮮は曲がり方に来てますね。えー あえてですね、北に繋がってると思われる方がね、韓国で、えー、昨年10月の終わりの時点でね、えー、キム・ジョン,ウン氏が白桃さんから、あ白桃さん行った際にですね、キム・ヨジョンというね、自分の妹を後継者指名する。これ自体が異常ですよね。 だって、35歳の指導者が、32歳の指導者、あの、いわゆる自分の妹に対して、指導者として後継者になれっていうね、このこと自体がね、はっきり言って異常事態です。まあそういうことが今北朝鮮では起こってるんですよね。えー、まあそういうこともね、踏まえて、えー、今後のことを考えていきたい。明日は明日でまた情報が入りますんでね、岩田厚先生と、 明日の13時ね、2月23日の13時からライブをやりたいし、ちょっと夜のライブは何時からやるか今決めてませんけど、おぜひ、えー、ニュースが入信ちゃ多分明日は結構入ると思います。皆さんにお伝えしたいと思います。まあ今日は本当にね、あのー、岩田厚先生のね、あのー、歴史探求会のね、イベントに皆さん来ていただいてありがとうございます。 えー、遠くは福島県からいらしていただきました。京都、それから滋賀県、その他ね、近隣の各県から来ていただいた方も多くいらっしゃいました。本当に私は嬉しかったです。えー、今日あのー、まあ、これを契機にね、本当にね、あのー、拉致被害者の問題も皆さんで啓発して,ていただいて、えー、まあ、大北朝鮮のね我々、我々の戦いをね、 大きく伝進させたいなと思っております。まあそういうことで今日はね、えー、俺話で本当は飲んでやろうと思ったんだけど、はい、あの、岩田先生とちょっとカラオケボックスで飲みながら歌いすぎましてね、えー、今日は飲まないでこれから寝ますよ。本当にありがとうございました。今日はここまでにいたします。明日お楽しみにください。明日またね、告知を出しますんでよろしくお願いします。どうもありがとうございます。